コールドリックンは、高解像度の液晶ディスプレイに対応したドライバインターフェースの一つで、モバイル端末や液晶テレビ向けに、ザインエレクトロニクス社により開発されたものである。2000年頃の液晶ディスプレイのドライバインターフェースとしては、テキサスインスツルメンツ社のミニ LVDS や、ナショナルセミコンダクター社の RSDS などの技術が、多用されてきた。 しかしながら、液晶ドライバの用途の中でもテレビについては、2005年にフル HD 対応のテレビ製品が登場し、2007年にはフル HD 倍速対応のテレビが登場するなど、高解像度化が進んだことにより、ドライバインターフェースもこれに対応した技術が必要となった。これに対して、アドバンスト PPML、コールドリックンなどの新たな次世代、ドライバインターフェースが提案されてきた。 新たな次世代ドライバーインターフェースの中でコールドリックンは特にドライバー IC の使用環境に配慮されていると言える 2.0GBps の高速化、クロックとデータのズレ調整、電源やグラウンドのノイズに対する耐性が強いものとなっている。ドライバー IC は通常チップオンフィルムによりフィルム上の配線基板上に直接実装されるため、 電源やグラウンドの揺れによるノイズの影響を受けやすい。ミニ LVDS や RSDS などの従来の液晶ドライバーインターフェースは、作動信号伝送技術をベースとしているため、これらのノイズ耐性は強いが、クロックとデータのズレの調整ができないため、1GBps を超える高速化の実現には困難が伴ってきた。これに対して、 次世代ドライバーインターフェースの多くは、クロックデータ、リカバリ技術を用いることにより、クロックとデータのスキュー調整が必要なくなり、これにより、データレートを 1.6Gbps などの 1Gbps を優位に超える水準で、高速化の実現に成功している。しかしながら、CDR 技術を用いたドライバーインターフェースはデータを受信する、ドライバー IC の位相同期回路が必要であり、 コフによりフィルム上の配線基板上にあるために、一般的には電源やグラウンドのノイズの影響を受けやすい。コールドリックンは、クロックを頂上する代わりに、ドライバー IC 側での受信用、サンプリング最適ポイントを判定し、その情報を送信側でのクロックとデータの位相調整を行って、反映させるため、高速化を実現しながら、スキュー問題を解決し、 電源やグラウンドの揺れに対する耐性も強いドライバーインターフェースとなっている。また、ミニ LVDS はバス接続を基本としており、接続するドライバー個数の増加に伴い、電走路の分岐数も増加し、その反射により波形が劣化する形で影響を受ける。これに対して、コールドリックも含めて次世代インターフェースの多くはポイントツーポイント接続であり、 伝送路の分岐の影響を受けないことから、伝送路での反射により、波形が劣化する影響は、バス接続のインターフェースに比較して少ない。ありがとうございます。